マツダ 737C は1985年世界耐久選手権シーズンの一部1985年ルマン24時間レースのグループ C2 クラス3専用にマツダスピードが開発したプロトタイプレーシングカーである。後継者はマツダ757前年モデル 727C の発展型。再びにローター13バイトロータリーエンジンを使用した。 マツダ 717C に遡るムーンクラフトによってデザインされた C2 クラスでの最終型となった。その後、ムーンクラフトはフォーミュラーカー製作に集中したため、マツダスピードとのルマンカー製作はこれが最後となった。1985年のルマンに向けて準備された 737C には、727C に対していくつかの改良が加えられた。 ホイールベースを 80mm 延長して直進安定性を高め、モノコックボディの剛性を高めたが昨年より軽量で730から 750kg で精査されている。サスペンションは作り直され、オイルラジエーターは全部に移動された。ミローター13バイトロータリーエンジンは燃料供給系をウェーバーキャブレターに戻した。当時耐久レースでは RE は 回転数を最大 8500rpm に抑えて使用していた。この回転数では燃料噴射とキャブレターでの出力差はなかった。また燃料噴射ではアクセルを開いていった時の追従性が悪いので一時的にキャブレターに戻した。当時は松田本社は耐久用で燃費重視 GC 用は 松田スポーツコーナーで出力工場の開発と分かれていたので、機械式燃料噴射の基本流量を決定するカム形状が定まらなかった。電子式燃料噴射では制御プログラムの変更で対応できるが、そこまで電子式燃料噴射の開発が進んでいなかった。2台の 737C が1985年のスポーツカー世界選手権の一部に参戦して、 C にチームチャンピオンシップで、松田スピードに8位のリザルトをもたらした。フル参戦した全日本スポーツプロトタイプカー、耐久選手権では、コンストラクターズ選手権で、松田は5位になった。737C は、その後、1988年まで、プライベーターにより、全日本スポーツプロトタイプカー耐久選手権に参戦した。メインスポンサーは、 青いバイザーの85号車が、ラッキーストライクと、ニコン。赤いバイザーの86号車がニコンと、ラッキーストライク。ラッキーストライクにとって変わられた1981年から1984年まで、スポンサーをしたアパレル企業の順は84年に、WEC ジャパンの17号車のスポンサーも、していた。四七 j s p c r d 一鈴鹿キロメートル後、 五 j s p c r d 二前0日本富士千キロメートル後十二 w e c r d 三シルバーストーム千キロメートル二点三リッター相当のロータリーエンジンは三百十五ビット h p しか発揮しないが五時間のレースで本当の課題を提示するには十分ではなかった。寺田洋二郎の車にはオリエンタルのタッチが見られミニチュアの金色の侍の刀が バルカヘッドにテープで止められていた。6、15から6、16WECRD424 時間レース 737C は予選において通ればいいとの考えでタイムアタックをしなかった結果、85号車が40位、86号車が44位のグリッドであったが、本戦ではエンジンのトラブル、ダイナモの誤配線による電池切れ、 ギアボックスのベアリングの損傷等の問題が発生した。2台のマシンはレースを完走したが、C2 クラス3位と6位のリザルトしか残せなかった。レマンズイン 1985-7-28JSP-CRD3 富士500マイル 8-25JSP-CRD4 鈴鹿 1000km106WECRD9JSP-CRD 五富士 1000km 好天により途中危険リタイア。11-24JSPCRD6 全日本富士 500km。ありがとうございます。